八百屋魚屋果物屋本屋薬屋金物屋あいろんな看板ありましてあ、いろんなお店がありました。遠くでも暗くても何のお店かなってよくよくわかります。それが看板、看板、看板なのです。靴や電気や洗濯やパンやおもちゃや文房具やあいろんな看板ありましていろんなお店がありました。